はい、ユデクスです。まずですね、皆さんにですね、質問があります。植物育てている方、またね、植物を育ててない方もですね、植物が枯れることに対してね、どういったイメージを持っているでしょうか。枯れると聞くとね、すごくマイナスなね、イメージを持つ方が多いのではないでしょうか。今日はですね、その枯れることに対してマイナスのイメージを持っている方にですね、今日の常識は明日の非常識、明日の非常識は明後日の常識ということですね、新しい、ね、価値観を皆さんでね、お知らせをしていきたいと思っています。どういうことかと申しますと、植物がね、枯れるっていうのは、やはりね、こう植物の生命において、すごくね、大事な部分なので、やはりね、綺麗に育てたいとかね、枯れてしまったどうしようっていうね、イメージで、すごくやはりね、マイナスなイメージを持っている方が多いと思います。で、今回はですね、この今目の前にあるアロエなんですけど、このアロエ、実はですね、やはりですね、綺麗な株で育てようっていうね、植物ですので、やっぱりね、こう生き物としてこう大切に育てているんですが、まあ、ある種ですね、この枯れることに対して、こう少しですね、また違った、思考といいますかね、こう見方をして、このね、枯れてる姿がまたね、かっこいいというね、イメージを持っている、このね、特別な、ね、アロエのこう魅力についてね、皆さんにお伝えをしていきます。で、なぜね、枯れることに対してかっこいいっていうね、感覚なのかっていうことなんですけど、アロエは、こうね、多肉植物、ね、カム植物とか言われまして、またですね、こういった水をね、貯蓄ね、する機能を持っているので、もうね、枯らすっていうことはね、なかなかないとは思うんですけど、やはりね、枯れ込みやすいです。アロエのグラスアロエとね、言われている、こうね、もう、グラスなのでね、このね、もう本当草ですよね。もう草のように生えているアロエは特にですね、この枯れ込みやすいんです。なんですが、ここですね、本当に最近なんですけど、この枯れた姿がですね、ちょっとかっこいいとね、いうイメージを持っている方もだんだん増えてきたので、このね、アロエの新しいですね、この枯れ込み姿っていうのを今日ね、皆さんに見ていただきたいんですが、まずですね、先ほど言ったグラスアロエです。グラスアロエ。もうね、本当に草のように今ね、目の前にあるのは実はね、草じゃないんです。雑草ではありません。アロエです。で、これね、枯れ込み姿、今ね、ちょっとね、芸術的に見えた方、すごくね、今からどんどんお伝えをしていくんですが、この、まず目の前にある、このね、ミリアカンサ、真ん中にあるアロエです。ミリアカンサというアロエです。はい、こちらもですね、グラスアロエと言われている、まあ、草アロエとね、言われていますが、こういった感じで、葉先とかがですね、こう枯れ込んでいます。やはりね、こういう細い葉なので、こうね、水を吸収する、貯蓄するところのね、機能もやはりね、少ないので、少しね、水をあげてないだけでもね、枯れ込みやすいです。いろいろなね、アロエのね、やってらっしゃる、育ててらっしゃる方から聞くと、やはりね、一昔前はこういったね、枯れ込んだ姿はやはりね、こう美しくないっていうことだったんですけど、最近こういう枯れ込む姿もかっこいいっていうイメージを持ってね、新しいアロエの楽しみ方ということで、こうね、わざとではないんです。実はね、ちゃんと育てていく中で、こうね、枯れ込んだ姿なんですが、草アロエなので、もうね、全体的に緑色のね、葉っぱになるんですが、こういった葉先がね、枯れ込むことによって、少しね、先ほども言いましたが、芸術的と言いますか、すごくね、本当に魅力的な、植物にもなります。枯れ込む姿がかっこいいんですが、どん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 ね、また成長点のところから新しい葉っぱも生えてくるので、よりね、どん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 ボリューミーになっていって、そのね、枯れ込む姿も楽しみながら、成長も楽しめるっていうことになっています。まあ、あくまでこれね、わざと枯れ込んでるわけではないです。はい、ここが重要なんですが、わざと枯れ込むをね、させているわけじゃなくて、自然と起きているこの枯れ込み姿がね、美しいということなのでね、そこはまずね、大前提にお伝えしたいんですが、他にもですね、こういったボスウェアとね、言われている、こう同じような、ね、葉が細いこういった雑草に見えるようなものも、だん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 ね、やはり枯れ込んでいます。はい。これもね、以前購入した時はもうね、ほんと全体的に緑色だったんですが、で今はね、1週間に1回ぐらいね、お水やりをね、してあげてるんですが、それでもですね、やはりですね、こういった葉先はね、枯れ込んで、でもね、やはりね、アロエっていうのは、こういったね、
いろいろなね、こう楽しみ方があるっていうことをね、いろいろな動画でお伝えしてるんですが、以前ね、歯ですね、虚歯についてね、いろいろとお伝えした動画もあるのでね、ぜひね、そちらの方もね、見ていただきたいんですけど、まあ、こういった感じで、アロエっていうのはね、株全体もですし、葉先とかね、こういった枯れ込んだ姿も楽しめるね、多肉植物になっています。はい。まあ、こういった感じなんですけど、まあね、こういったグラスアロエ以外にもね、いろいろとアロエが、こういった枯れ込んだ姿がかっこいいものもあるんですね。そちらもちょっとお伝えしていきたいと思っています。こちらですね、以前もですね、動画の中でお伝えしたんですが、ゼブリアというね、品種になります。下葉ですね、下葉。下葉の部分が枯れ込んでいます。で、本来ね、こういう枯れちゃったところとかは、もうね、消毒、ハサミを消毒して、ね、カットしたりとかするんですが、僕はね、あえてこういった枯れ込んだところをね、わざと残しています。まあ、ここの部分もそうですし、ここもですね、わざとこういった枯れたね、部分をわざと残しています。綺麗に枯れ込んでいない姿を楽しむのも一つなんですが、少しちょっとこの下葉の部分を、枯れた部分を残すことによって、アロエのね、新しいこう見方といいますか、このね、楽しみ方が生まれるなというね、感じています。なので僕は結構ね、いろいろなアロエを育てていく中で、こう下葉の部分が枯れ込んだところはね、あえて残しています。はい、それもまたね、なんか芸術的といいますか、こうね、どん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 ね、大きくなってワイルドにね、展開していく中で、下葉の部分が枯れていく姿を、またね、それも楽しみながら、ボタニカルライフ、多肉ライフがね、楽しめるのかなと思っています。はい、ということでね、今回ね、この枯れ込む姿が美しいという、もうね、植物を育ててる方からしたら、新しい常識だと思うんですよ。やはり僕もですね、アロエ以外にもいろいろなね、植物を育てていく中で、こう、やっちまった、枯れちゃったっていうこの瞬間、すごくダメージが大きいし、そう、なんか2、3日すごくね、仕事もなんか、もうね、はかどらないくらいダメージが多かったりするんですけど、アロエは、このね、枯れ込んだ姿が美しいとか、枯れ込んだ姿がかっこいいっていう、新しい常識、新しいね、この、ボタニカルライフ、もう多肉ライフを生んでくれたなと僕はね、すごく感じていたので、今回ね、このね、新しい常識を皆さんにね、ぜひね、共有したくて、このね、動画をお伝えしたんですけどね、今回ね、こういった感じで、ちょっとね、枯れ込む姿がかっこいいってどういうことって思ってる方も多いかと思うんですが、ぜひね、ちょっと、まあね、信じるかどうかはあなた次第っていうことで、ぜひね、このね、アロエの新しい楽しみ方をね、ぜひ皆さんにもやってみていただきたいと思っています。はい、今回もね、この動画良かったなと思った方はチャンネル登録、そしてね、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。この動画、最後ですね、お伝えしたいのですね、告知です。はい、このね、ユーレックスプランツスタイルでもですね、以前お伝えしましたが、アロエ専門店アロエリットというね、お店を、ね、立ち上げて、主に今はね、イベント出店から始めようと思ってるんですが、ゴールデンウィーク最終日、令和5年のね、5月7日です。5月7日。5月7日はアロエの日と覚えてください。この5月7日ですね、愛知県の竹豊町というね、とこにある竹豊夢太郎プラザというね、ホールがございます。ここの東側の、芝生のエリアでですね、芝生広場フェスというね、ね、イベントがございます。ここの中でですね、音楽のね、ライブステージがあったりとか、ね、キッチンカーが来たりとか、そういった中でですね、このアロエ専門店アロエリットをね、出店させていただくことになっています。ぜひね、いろいろなアロエを皆さんにね、提供していただきたいですし、アロエのね、知らない方、アロエって地味じゃんとか、アロエ何それっていう方もね、ぜひね、ちょっとね、ゴールデンウィーク最終日、ぜひね、芝生でのんびりね、音楽を聴きながら、ちょっとアロエでも見に行くかっていうね、気持ちで、ね、ぜひね、このイベントにね、足を運んでいただけると嬉しいです。はい。最後ね、この動画と告知となりました。はい。それではね、ぜひ5月7日、アロエと一緒に皆さんをね、お待ちしています。それではね、ぜひ5月7日、お会いしましょう。